はい、皆さんこんにちは、渡りくるみじです。今回はコンパチュヒーローシリーズガイアセーバーの続きをプレイしていきたいと思います。前回最後、謎の新大陸ムーの出現の話がありました。早速そのムー大陸へと向かっていきましょう。お、なんかすでに謎の老人と美女っぽい人がいますね。話しかけてみましょう。ムーの民、ラ・ムーとは太陽の国という意味なのです。しかし我々はあまりにも太陽から離れすぎてしまいました。あ、美女に話しかける前に終わってしまった。ちょっともう一度広場に戻ります。またこのムーが沈むようなことはないのかしら。あ、じゃあムー大陸は沈んでいたっていうことなんですね。では改めてこちのちの家に行ってみましょう。また老人がいる。死ぬ前に我々の神である太陽を見れるなんて思ってもみませんでした。まあ、やっぱり沈んでて太陽が見えなかったんですかね。特にイベントはなさそうですね、他にね。では、ムー大陸を徘徊してまいります。ムー大陸でも敵と遭遇になりますね。まあ、真新しい敵はいますなので、このまま、このムー大陸を探索していきたいと思います。イラタームという街を見つけました。倉庫しかない街だな。倉庫を巡っていきます。何？連邦軍の士官がいる。ここではパワーカプセル補充していきましょう。F91 用の新型シールド。このあたりも必要になってきそうだな。買っとくだけ買っとくか。で、また、老人がいますね。ラ・ムーとは太陽の国という意味なので、同じこと言ってるな。同じ老人なのか。太陽はこんなに明るいなんて言い伝えは本当だったんだな。なんか怪しい感じがしますね。同盟の支部があるみたいなので、同盟の支部に行きましょう。新大陸なのに早くも支部ができてる。ベルトーチカがいる。お待ちしていました。私は同盟から派遣されたベルトーチカと言います。ここでムーの人々と交渉をしているのです。ムーだって。そうなんです。実は、ドーム都市を作るテクノロジーについて教えてくれるようお願いしたのですが、ムーの民は協力してくれない上、かなり怒っているようなんです。ヒーローの皆さん、なんとかムーの人たちからドーム都市のテクノロジーを教えてもらえるように、取り計らってくださいということですね。ドーム都市ができるようになれば敵なんか怖くない。なるほど。諸星なんだ。いや、久しぶり。人手が足りなくてね、ムナ2からムーの調査に回されたんだ。とりあえず、ムーのテクノロジーを入手できるまで君たちと行動しよう。これ、ウルトラセブンの仲間になりましたね。ウィンダムカプセルとミクラスカプセルを手に入れた。これは誰なんでしょう？話してみましょう。あ、岩本博士だ。やあやあ、久しぶりだな。ムーのテクノロジーについて調査しにやってきたんだ。うん。頑張ってくれとしか言いようがないですけど。そしたら、この後はどうすればいいんだろう。ちょっとまた探索しましょう。めちゃくちゃ怪しい神殿らしきものを発見したので、この中に入っていきましょう。ムータータム、あ、神殿ですね、やっぱり。神殿。ここは適当にエンカウントあるのかな。エンカウントはなさそうですね。では、じっくりと探索しまーす。ん？老人と謎の人物が二人いる。話しかけましょう。ムーの、ダメだ、ダメだ。いや、失礼。つい取り乱して。だが、いくらあんた方でもダメですな。我らのドーム都市はこの神殿の女神、ラー・ムーの奥にその秘密が隠されているという言い伝えがあるのです。だが、女神ラームは我らの守り神、我らの心の支え、みだりに触ることはおるか、動かすことも禁じられている。だから、ドーム都市のテクノロジーをあなた方に渡すことはできないのです。どうか事情を察して、引き取りください。なるほど。そうなると、何かイベントが起きないと、ドーム都市の
作り方は教えてもらえなそうですね。エラータムに戻ってきたんですが、ここで怪しい男が。みんな、地上の奴らに騙されちゃいけない。奴らは俺たちを騙してドーム都市のテクノロジーを盗むつもり。そんなことは許されない。そうだそうだ。それにテクノロジーは女神ラームーにその秘密が隠されているという。女神ラームーを地上の奴らに渡すわけにはいかない。我々の力でもあるテクノロジーも渡せないってことだ。だからいっそのこと地上の奴らを追い出して前のように無への民だけで生きていくのではないか。そうよ。地上の人間なんて信用できないわ。ヒーローたちの助けなどありがた迷惑なんだ。そうは思わないか。おーみたいになってますね。ちょっとこの怪しい男に話しかけましょう。このムーにヒーローなど必要ない。ラームーとは太陽の国という意味なのです。このあたりは言うことが変わらないですね。ヒーローなんか出ていけと。なんか厄介者を扱いされてますね。何かこのあたりきな臭い感じがするので、もうちょっとこのムー大陸探索します。イラータムの同盟の支部にやってきたんですが、ベルトーチカが大変ですと言ってます。岩本博士が行方不明。ああ、ムー大陸の調査をするという話でしたよね。もしかしてムーの人たちに捕まって殺されているかも。これは救出に行かないといけないですね。では、また、ムーの王がいた神殿に向かいます。別の町の墓地にやってきたんですけども、突然岩本博士から出してくれという声が聞こえてきましたね。なんか墓が動いてる。お本。いや、とにかく助かった。ムーのパワーを調べてたら柄の悪い連中に捕まってしまった。わしとしたことが点々点。じゃあ、手がかりはあった。ムーのパワーとはストーンサイサークルのことだったのだ。これ、世界中のある遺跡のこと、確かにいろんなところにありましたよね。そのパワーでドーム都市は守られている。まあ、驚くべきテクノロジーだな。それはともかく、わしは戻ることにするよ。何しろ、ここに閉じ込められて随分ほったらかしにされてたからな。お腹がペコペコなんだ。まあ、そりゃそうでしょう。さて、では、この後また、この怪しげな大陸を探索していきます。あ、岩本博士が戻ってきてます。博士と救出ありがとうございます。ですが、実は先ほど入った情報なのですが、ムーは我々を国外追放にすることを決定したそうなんです。どうなるんだろう。これはムーのためと戦闘になるかもしれませんね。神殿にやってきたんですが、ムーの王、これを見るのだ。テクノロジーが欲しくてとうとう女神像をこんな風にしてしまったのだな。もはや我慢できん。これ以上あなた方に協力するわけにはいかない。ムーから出て行ってもらいたい。待ってください。女神像が壊されて気が動転していては簡単なトリックにも引っかかってしまうものです。ほら、これは偽物じゃないですか。偽の女神像を壊しておいて僕らを仲違いさせようって、そういう魂胆なんでしょう。なんと、これは確かに偽物。そうか、そういうことだったか。頼む。今までの無礼はお詫びします。何も言わずに本物の女神像を見つけてくだされ。どうか一刻も早く、女神像を我らの手。そうか、どこにあるのか全く手がかりがないと大変だな。あなた方が正義の味方だって信じてたわ。集会場で話を知ってくれていた男をご存知ですか？なんか、ヒーローなんか信じられないみたいなこと言ってた、風潮してもらってた人物いましたね。その男をつけてみたらムーの大臣の家に入っていった。これは何かあるわよね。ムーの大臣か怪しいですね。それにしてもこの看護師さんなかなか勇敢ですね。お、大臣の家にやってきたんですけど、早速さっきの怪しい男がいましたね。ふっふっふ。女神像がここにある。もしくは私を倒すことだ。このマグマ星人もだ。マグマ星人と戦闘か。さて、全力で行かなきゃいけないかな。完全に技量ポイント、必殺技のポイントを回復させてたわけじゃないので、
どっかで息切れする可能性がありますね。これはもうしょうがない。ただ、全力でいきます。攻撃力がどれくらいあったですね、あとね、できるね。79。セブンは3回と持たずにやられるな。では、ちょっとこの調子で必殺技構成を仕掛けていきます。さて、そろそろセブンがやばそうだな。一旦ただ回復して技をまた受ける状態にするしかないので、ここは回復にします。回復ターンですね。ただ、もう瀕死のセブンはエネリウム光線。あとは、スーパーイナズマ落としが受けないなら、旋風キック。これで決まってくれ。そうしないとセブンが死ぬ。ダメだったか。セブンが本当に危なくなってきたな。もう一回このターンで必殺技構成を仕掛けて、なんとか持ちこたえたいですよね。セブンはもういいとして、シーブック回復にしましょう。決めてくれ。このターンで、倒したなかなかの激戦でしたが、失礼しました。これで勝ったと思うな。私たちの仲間はどんな人間にでも化けられる。たとえそれがムーの大臣であろうともだ。女神像は取られたが、ストーンサークルの力は我々のものだ。てんてんてん、ゲフ、バーン、バーチしてきましたね。女神像を手に入れたので、じゃあまたムーの王のところに戻りましょう。では、ムーの王のところに本物の女神像を持ってやってきました。このままではストーンサークルの秘密を奴らに知られてしまう。さあ、すぐに行ってくれ。ストーンサークルの前。なるほど。ここはちょっと回復しておきましょう。ボス戦になりますね。やはりマグマ星人を倒してきたか。お前たちの力を見くびっていたかもしれんな。いいだろう。私自らお前たちの相手をしてくれよ。ストーンサークルの力を我がものとし、宇宙のバランスを破壊する人類を滅亡させるシステムを発動させるために。エージェントドセントです。かなりの強敵だな。まあ、回復してきたとはいえ、ちょっと不安があるな。まあ、最初の何回かは全力攻撃で、行きましょう。セブンがとにかくヒットポイントも少なくて、この中では脆弱なんですよね。まずは一通り、スタッフを確実に当てて、敵の攻撃が100か強いな。では、このまま戦います。ここでセブンが倒れてしまったんですが、ちょっと、どうしよう。パワーカプセルは RX に使いたい。RX が一番この中では強力なので、RX 自体は、自分を回復していきましょう。いや、本当に強い、このエージェント。これが最後のパワーカプセル。これで倒せないとちょっと本当に苦しいですね。やられた。ちょっと立て直してきまーす。倒しました。で、大激戦でしたけどね。やり直しで撃破してまーす。セブンはもう長期戦になると、ちょっと使えないですね。何もなく。こんなに苦戦した相手を倒したのに終わりました。
では、ムーの O のところに戻ってみましょう。お、女神像を取り戻してくれたのか、ありがとう。どうか今までの無礼は水に流してくれないか。もし許してもらえるなら喜んでドームとしてのテクノロジーを教えよう。女神像を渡した。あ、これで、第6話終わりですね。新たな敵エージェントとは何者なのだろう。めちゃくちゃ強かったですね。はい。では、第6話終わりましたので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回はまたこの続きをプレイしていきたいと思います。